ジャン・ギャバンはフランスの映画俳優、歌手。戦前から戦後にかけてのフランス映画を代表するスターであり、深みのある演技と渋い要望で人気を博した。1904年、パリ9区、ロシュシュアール大通り23番地に生まれる。ギャバンの父はミュージックホールの役者、母は歌手であり、ギャバンも自然に芝居の道へ入った。バスへのミュージックホールで主に活動し、 この時期に演技はもちろん、歌についても相当の修練を経ている。1930年、メフィストで初めて映画に出演。しばらく泣かず飛ばずの状態だったが、1935年にジュリアン・デュビビエが監督となった地の果てを行くに出演し、これで当たりを取った。以降デュビビエとのコンビで、ゴルゴダノカ、我らの仲間、モチ、に出演。ことに、モチ、 によってギャバンはその名声を不動のものとする。1937年にジャンルのワール監督の大いなる幻影に出演して、あとは活動の幅を広げ、同監督の獣人マルセル・カルネの霧の鳩場でも演技を見せるが、第二次世界大戦の激化に伴いアメリカへ移住。この時期にはギャバンに珍しく、よりの港のようなアメリカ映画にも出演している。戦後、 フランスへ帰国。1954年にはジャック・ベッケルの現金に手を出すなに主演し、同作品によってベネツィア国際映画祭男優勝を受賞。1950年代はギャバンの演熟期とも称すべき時期で、1954年のうちにマルセル・カルネの我らパリッコやジャンル・ノワールのフレンチ・カンカンなどにも出演している。1960年代以降は、 渋い不景役を中心に脇役に回るようになり、地下室のメロディーや暗黒街の二人などの重厚な演技が知られる。またこの時期には、シムノンのめぐれ景子役を持ち役にしてシリーズ作品が作られた。ギャング映画に数多く出演し、晩年はマフィアの組長役などを講演した。三度の結婚と三度の離婚を経験し、マレーネディトリヒトウキを流したことでも有名。 気さくな性格で、共演者からも愛された俳優だった。1976年11月15日午前6時、パリ西部郊外にあるヌイーのアメリカン病院にて、心臓発作により成居。72歳没。没後には、ルイド・フュネスの先導により、フランス映画の若い男優に贈られるジャンギャ・バンショーが、設立され、1981年から2008年まで、運営された。 2008年に、ショーの運営委員会とギャバンの遺族との間に、問題が生じたことにより、ショーの名は、パトリック・ドベールショーと改名された。女優に贈られるロミー・シュナイダーショーと提携関係に、ある。1992年、ギャバンが幼少期を過ごしたバルドワーズ・ケンメリエルに、ジャン・ギャバン博物館が設立された。博物館の玄関に設置された像は、ジャン・マレーが彫刻した。 食事をする芝居がうまく、高倉健は食事の芝居はギャバンを見て勉強したと語っているほか、淀川長治もジャンギャバンは食べるのが上手な俳優と評していた。また高倉は京都の行きつけのカフェにいつも迷惑をかけているのでとギャバンの特大ポスターをプレゼントしており、そのポスターは今も店のカウンターに貼られている。三船敏郎も ギャバンを尊敬している日本の俳優の一人であり、共演予定があったという。日本語吹き替えは森山周一郎がほぼ専属で担当。森山の吹き替えは同業者や視聴者から評価が高く、森山本人によると、それまでにとってあったジャンギャバンの声を全部私で取り直して以降、NHK はじめ民放全局が私になってしまったとのこと。ありがとうございます。